思っております。なんかちょっと着たことないのばっかりでまだちょっとまあもうどうなるかわかんないんだけどあの鏡もちゃんとあるので、ちょっとあの映ってない時は喋りつつ、あのチェックしつつで出てきたいなと思っているんですが、いかがでしょうかそんなにたくさんあるわけじゃないんだけど、 3,4 着くらいちょっとトップスでやりたいなと思います。キャーはい、ということで早速1着目、今はねパーカーです、ただのパーカー。でもねこのパーカーもすごい可愛いんだ、後ろにね文字が入ってる、可愛いでしょ。そうなんです、これも結構お気に入りなんだけど、あ、林先生さんありがとうございます、ライバーを。ということで1着目いきたいと思います。さっきのやつの方がいいかな、1着目はさっきの配信で見せたあの白のカーディガンっぽいのをちょっと着たいなと思います。これ大丈夫なのかな、ドキドキするよもうさ、いかに早く着替えられるかにかかってるよねこれ、きっとね。頑張れ自分、あー寝札取ってけばよかった、頑張れ自分これさ、やばいやばいとか言ってさ、しかもさ、わかんないし、配信が切れててもこの私が画面に映るまではさ、わからない。うわー、このめんどくさいタイプのボタン今日届いた服にめちゃくちゃ文句言うけど、めんどくさいタイプのボタンが、うわー閉めらんない、これどうしよう、閉められるけど時間かかる喋る喋りながら着替えるのめちゃくちゃむずいんだけど、これから出る服のポイントはあのあれですね、襟元のちょっと透け素材のふわふわがポイントになっております。そして私あんまり選ばない白っぽいアイボリーっぽいトップスとなっております。なんかこの物自体の丈が結構短くって、ちょっとあれなんですけど、あのハイウエストのスカートとかと合わせたら可愛いかなと思って買いました。ちょっとお腹映っちゃったらあれかな、お腹映りませんようにちょっと隠していこう。じゃじゃーん、こんな感じ。あ、映ってなかった、映ってなかったじゃないや、消えてなかった。こんな感じです、いかがでしょうか、お腹映んなかったわ。こんな感じ、かわいい。やっぱりちょっとでもさ、ちょっと中になんか着ないとちょっとこれ危ないな、ここは意外と隙間が空いて見えます。たけさんハートありがとうございます、あおいさんライバーをありがとうございます、チャッピーさんもライバーをありがとうございます、さくらもちもありがとうございます。あ、さっきのやつはあのこの黒のやつはジェイダっていうところのやつです、かわいいんだ。こんな感じ、ちょっとあんまり見えづらいけど、そう、これあのスカートに合わせようと思って買いました。かわいいよねこれ、めっちゃみんなライバーをありがとういっぱい。こんな感じ、結構ね袖とかもピタッとしてて着やすい。でもなんかあの何こうきつい感じとかもなくて結構いい感じ。お姫さんみたいだって嬉しいそう春っぽいと思って、妖精ですか春っぽいなと思って買いました。はい、1着目はこんな感じでございます。またあの着たものとか写真撮って載せれたらなと思うので、似合うってありがとう、はいっていう感じです。次2着目いきますね。みんなギフトありがとう、本当に見えてるからね。2着目も白でいこうっと、シュッシュッシュッと
これさ、すぐ近く映らないくらいのすぐ近くで着替えればさ、声も聞こえるよねきっと。さっきも聞こえてたか。暑いマジでやばい、非常に暑いです。もうちょっとぐちゃぐちゃだけど今はしょうがない。次はなんかちょっと前に紹介したまだ全然着れないんだけどって言ってたあの白の、また白なんだけど、白のトップスです。これはね、春っていうよりかはもうほんと初夏みたいな初夏のあれなんだけど、でもめちゃくちゃ可愛いんだよねきっと。今ちょっと初めて着るんだけどん、これ合ってる、合ってるか。うわ絶対可愛い、ちょっと鏡で見て。あーもうこれはやばい、いきます。じゃ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 ーん、いかがでしょうか。全身で写真待ってますね。生毛以外ドキドキだよね、本当だよ。いかがでしょうか。え、これ可愛くない。これはね本当にね半袖って感じだからまだ全然着れないんだけど、でもさ良くない。そう、これマジで可愛くて、これはなんかロングスカートとかに合わせても可愛いし、パンツとかに合わせても可愛いなと思ってこれ買いました。うわ白にして正解だった。なんかね、あの他の色もあってピンクとか青とか黒とかもあって、最初ピンクにめちゃくちゃ目がいったんだけど、でもなんか下さあピン、あ上ピンクだと下がね困りそうだなと思って、何でも使えそうな白にしました。ここがねめちゃくちゃ可愛いのよ、これこのフリルとここのこのなんか結んであるところが、髪の長さなんかすごいあってる感じする可愛い。嬉しい、大関さんレインボースターありがとう、リコちゃんバラありがとう。腕細い、え細くないのよ、一番太いとこをこう隠してくれてんのよこんな感じです。なんかこれは結構ね長め、割とあの普通にお腹もうちゃんと隠れますよっていう感じの丈感でございますね。ちょっとあの上半身だけで申し訳ないんだけど、最後くらいと思ってちょっと計画を練っておりました、密かにこんな感じでした。2着目、これはね多分登場がもうちょっと後になるかなと思うんですけど、いつか載せたいと思います。あ、ワッシュさんありがとう、ハート。袖は素材が違う、うん、なんかねあの普通にここはなんかリブニットって感じで、ここはちょっとなんか透けてる感じの素材です。こういう感じの素材です。次、あとはねニット系、結局ニットっていう感じなんだけど、あと2着あるのでちょっともう一回着替えたいと思います。あー風さん綺麗、ありがとう。なんか普通のやつからいこうかな普通そう、これは本当にお気に入りです。あのすでにもうこの今着てるやつと、あの1着目と2着目は本当にもうすでにお気に入りで、これから着るやつはなんかちょっと前に買ったやつなんだけど、あれこれ着たことあるっけ、ないよね。これはね本当今の時期とかにぴったりって感じなんだけど、これは何の心配もないのでスッと出ます。よし、こんな感じ、じゃらららら、んただの紫のニットなんだけど、ここがねなんかちょっとこうパフスリーブっぽくなってて、肩のところがちょっとこう形がねかたどってあってすごい可愛いんだよね。あー谷愛さんありがとう、みんなありがとう本当にヒヤッとする嘘つかないでこんな感じで本当ただのニットだしさ、しかもさ今さ紫のやつ入ってるから見て超全身紫なんだけどあ、かずえさんかわいい、ありがとう。マッシュさんももありがとうございます。そう結構なんかお姉さん系が最近好きなので、
あの結構なんかあのお上品な感じの服を選びがちで、ちょっとこれやばくない？見て、全身紫なんだけど今。でもあのブラウンのマーメイドスカートとかに普段合わせてます。結構 あるから持ってこようかな。これはね履かないけど、なんかこういう感じのスカートに、こういうねマーメイドっぽくなってるスカートにこうやって合わせてこう着るみたいな、こう色のイメージがね大体湧くかなと思うんだけど、こういう感じで合わせてます。みんな本当にありがとう。よいしょよいしょよいしょ。みんなありがとう、本当にメロメロさん、ライバーをありがとうございます。プラムさん、ハートありがとうございます。リコちゃん、花びらとハートありがとう。ミストラさんも、さくらもちありがとうございます。キットさん、ライバーをありがとうございます。嬉しい本当に。ああ、勝利さんもライバーをありがとうございます。あーもうこんなに気が気じゃないことないんだけど。ガーさん、レインボースターありがとうございます。熱っ、ガチで。ニット、こんなさ首の詰まったニットとか着てるからめちゃくちゃ熱い。はい、こんな感じでした。結構なんかシンプルなんだけど、これはあのなんだっけ、オリーブでオリーブでめっちゃ安くなってて、それで買った2000円しないくらいだったかな、確かそんな感じでした。めっちゃ安くてね、色も春っぽいし可愛いなと思って買いました。私多分紫好きなんだよねって思う。あ、こんばんは、お刺身さん、レインボースターありがとう。片羽タイプ、羽いいでしょ。JY さん、ありがとうございます。もうということで最後の一着いきたいと思います。よいしょよいしょよいしょ。最後の一着もニットなんですけど、これはね、ちょっとなんかどう着るのが正解なのかちょっとママもよく分かってない。分かってないんだけど、これさ、どっちが前なの？これどっちが前が正解なのか未だに分かんないんだけど、いけてるかな。ちょっとね、これはね、あ、でもいいかもいいかも。よしよし、ということで最後、じゃじゃーん、こんな感じのなんかね、襟が面白くなってるやつ。これなんと古着屋さんで買ったんですけど、結構袖はね、あのぴったり系、ハートありがとう。マッシュさんもタコありがとう。そうそう、これはなんか、そう、なんか結構袖が、あ、袖じゃないや、襟がなんか面白い形なんだけど、これ古着屋さんで1000円しないくらいで買ったんだけど、可愛くて、なんかベージュ、結構ほんとちゃんとベージュって感じのベージュなんだけど、マッシュさん似合う、ありがとう。そうそう、なんかあのパンツでもスカートでも合うかなと思って買ったんだけど、ちょっとまだね着れてない。なんか上着をさ着るとさ、すごいなんかこうなっちゃってダメだから、上着がねいらなくなったら着ようと思ってまだ着れてないんだけど、でももう着てもいいかもしれないよね。あ、須川さんありがとう。桜餅、カドリコ配信でマンマがカドちゃんのめちゃくちゃ可愛い服でしょ、あのピンクみたいなやつでしょ。
ガチでびっくりあれやばいよね思い出しても恥ずかしいんだけど、ニット系買ってきたの。いやなんかあのたま違うたまたま多分ニット系を買ってしまってるんだろうね。意識してニットを集めてるわけじゃないの全然。スカーさん、桜餅ありがとう。カズミンさん、ハートありがとうございます。本当に皆さんたくさんありがとう。そう、カドさもう可愛い服選ぶじゃない、すごく似合うし、それがまたまあやっぱタイプが違うからさ。あーリコちゃん、花びらありがとう。スカーさん、桜餅ありがとうございます。あーラモンカちゃん、レインボースターありがとう。あ、大関さん、花束ありがとうございます。マーマーさんは洋服のリサイクル出すタイプですか。 H&M で出すと500円クーポン券。あ、そうなの。全然ね出さないタイプ、なんか人にあげちゃったりとかする。マッシュさん、だるまありがとうございます。メロメロさん、尊いありがとうございます。おもちさん、桜もちありがとうございます。いやー、ドキドキ。こんな感じで春服紹介でございました。はい、もう終わっちゃったって感じなんだけど。あー、ムーさんありがとう。あー、レインボースターなんか何が何だか分かんなくなっちゃったありがとうございます本当に。もう一着着ようか。まだあるまだある、出してないのまだある まだあるよ。これはね、なんか別に春服とかじゃなくて普通に買ったやつで、これはねグレイルっていうところで2000円ぐらいかな。結構ね、そもそもサイトが安いサイトなんだけど、これもねちょっとこれからの時期これ1枚で着たら可愛いなっていう感じのやつ買いました。よいしょ、ババーン。これ可愛くない？これもスカートに合うなと思って買いました。ムーさん、流れ星ありがとう。メロメロさん、ライバーをありがとう。コウキさん、桃ありがとうございます。本当にみんなありがとう。あ、プラムさん、かわいい、ありがとう。そう、オフショルなんですこれ。結構ね、なんかほんとなんかもう袖もぴったりみたいな感じで、ちょっとね二の腕やばいなって感じなんですけど、うん、マッシュさん、だるまありがとう。ムーさん、流れ星ありがとう。おもちさん、花束ありがとうございます。本当にありがとうみんな。あー、スヌーピーさん、クマだ、ありがとうございます。胸元も可愛い。そうでしょ、そう、これリボンでね、しかもねここもね、キャー、なにちょっと待って、もうなんだこりゃ、ちょっと待って待って、スカーさん、桜のタワーありがとうございます。そしてももっちさん、このなんか可愛いクマちゃんのパキューンみたいな語彙力やばいありがとうございますみんな本当に。あーワクチン打ちやすそう、確かにワクチンの時これで行けばいいねガチでおもろすぎるじわじわくるんだけどちょっと興奮で熱いまま今みんな面白くあ、やばい、待って、どうしよう、ちょっと待って。プラムさん、ももちさん、花束じゃない、花びらありがとうございます。みんな本当にありがとう確かに終わった後ここにね絆創膏みたいな貼ったの丸見えみんなありがとう本当に。もう、はあ、何
なんだっけ、何を言ったか忘れちゃった。あ、そうそう、これもねスカートとかに合わせても可愛いなと思って買いました。まだねちょっとこれ1枚では着たことがなくて、上になんか羽織って友達と遊びに行ったことあるんだけど、まだちょっとあのこれ1枚で着たことはないので、今後ね活躍するかなという感じでございます。いいよね、かわいいよねっていう感じです。どうしよう、まだなんか出せそうなのあるかな。結構さ着ちゃってるんだよねっていうっていう感じ。あー、りほちゃんありがとう、花束。きよみさんもライバーをありがとうございます。カピオジさん花束ありがとうございます。ムーさん流れ星、マッシュさんだるま、ありがとうございます。本当にみんなありがとう。おー、そうそう、あのそう、あの本来の目的忘れてたよ。髪型がそう何でも合いますよっていう話なんです。そうだから結構まああの今はねちょっと系統がちょっと偏っちゃってたからあれなんだけど、あの割と何でも合います。綺麗めでもね結構まとまるかなっていう感じで、あのこれを使うことが多いです、このウェーブ巻き。でしかもなんかちょっとね暑かったし、さっき汗かいたりとかしてて、ちょっとだけあのご飯作ってる時とか今とかちょっと暑くて、さっきよりね若干緩くなってるんだけど、そんなになんか変な感じにはならないから、なんか雨とかに濡れない限りは全然大丈夫って感じです。あー、カピオジさんありがとう。おという感じです。これを伝えたかったなんか熱くなってよかったかもっていう感じです。いやみんな本当にありがとう。あちょっとなんか切れそうなのないか探すねうーん、あとなんかみんなの前で着てないようなのあるかな、なんだろう、どれ着てないんだろう。あ、これにしようか。なんかちょっとまた系統が変わるんだけど、待って、 T シャツ、あれ T シャツどこ行ったっけ、これかな。あ、やば、なんか動いた、大丈夫これだこれだ、よしよし、少々お待ちください。ちょっとねあの着たことないやつではないんだけど、多分羽織がみんなに見せたことないやつかな、どうだろう、わからないわ、忘れちゃった。いやでも見せたことないかな。あのね、ただねこのさっきのさこの肩空きの服あったじゃん、ニットの、これね襟がめちゃくちゃ狭くて頭がね入りにくいのよ非常に。それがちょっとね難点、びっくりした、届いて着てみた時、あ、ここが入らないんだって思ったよいしょ、あ、これはいいんじゃない、これ、これ、ね、よし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 、この羽織がちょっとポイントでして、なんか白レザーって感じなんだけど、これはね結構カジュアルめ、中はあのもうほんと昔から着てるやついただいたものなんだけど、あの活動してる時にねいただいた T シャツなんだけど、その上に羽織ってるのは今年の年明けとかに買ったやつかな、確か1月とかだった気がする。あー、ありがとう、かっこいいって嬉しいよ。これ結構オーバーサイズ でなんかポケットとかもついてて、なんか袖もねすごい長い仕様なんだけど、これはボタンで留められる感じのやつになってますまあ掛け違えてるんですけどね
今適当に適当に止めた。まあかけ違ってるんですけどね。そうそうそう、これは結構なんかカジュアルめでも使えるし、あ、それこそあのこの間着たあの水色のワンピース、あのニットワンピー、ニットワンピーだけじゃやっぱ寒かったの、さすがにちょっとね。だからあのキャーちょっと ありがとうみんな。ちょっと待ってね、見せるね。そう、このさニットワンピーをね、すごい、もうさコメントが読めんぐらい。星がすごい降り注いでる、わかる。いろんな星がいっぱい降り注いでるんだけど、みんな本当にありがとう、マジで。あーすごい。あーちょっと待って、嘘見してたの全然かかってない。そうそう、これね、これこれ、あすごいすごいすごい、7位に浮上、私。そう、これをね着てたんですよ、このあの水色のねニットワンピー。でもこれじゃちょっと寒くて、やっぱりで、これを着てもなんかね、一見このね、まあ綺麗め系とかでも意外とねそんなにおかしくないの、こういう感じで、ほらね、いいでしょ。あーちょっとまーちゃんの顔が見えすぎて、わかる、それな、それなりにありがとう、本当に私の顔が見えないほどのギフトが。あー初見さんまでありがとうございます、本当に。そうこれ変じゃないでしょ、そうそう変じゃないでしょってもう言い聞かせてる。あすごい、ピンクと黄色、久しぶりに見たよ。そう、あのこれ、そうそう、こういうセットでもいけますよっていう、こういうあのロンティーとかに合わせてカジュアルに着るもよし、あのこういうなんかニットワンピとかに合わせても意外と着れますよっていう、結構万能なアイテムで、でなんかこれ新作だったのね、これ春物の新作だったんだけど、なんかその時あの初売りかなんかの期間で確かで、あのなんだっけ、2つ買うと安くなるみたいな感じのやつで、ちょっとお得にゲットしました。なんかまあもう一個ニットワンピ持ってて、黒のやつを持ってるんだけど、黒は無難に可愛いかなと思います。あーみんなありがとう。あテラさん可愛いクマちゃんが、ありがとうございます、本当に。買い物上手、嬉しい。はにゃすかわさんありがとうございます、本当に。え、ちょっと待って、え、え、待って、やばいんだけど、びっくりした今、すごい飛沫が。え、ねえプラムさんありがとうございます、本当に。ねえやばい、今鳥肌だった普通に。やばいんだけど、泣きそう。はい、ちょっと待って、違うんだよ、私これの良さを伝えたいの。そう、黒は無難に合いますよっていう話です。どうでもいいよね、マーのワンピの話。ね、どうでもいいよね、ガチでマウのこのワンピの話さ、もう興味ないよねみんなね。ちょっと待って、汗かいちゃって本当に暑いんだけど。マジどうでもいいね、マウのワンピの話。そう、これいけますよっていう話。ね、本当に
にやばい、マジで。なんか、あー本当に痛っ私はさ本当に幸せ者ですよね。あー危な、今泣きそうだった。本当にすごいんだけど、満開。ガチで花見行かなくていいね、みんな。ママもいいかなとか思ってきちゃったたまちゃんねえ本当にやばいやばい、ちょっと待ってねえ、スカワさんまでありがとうございます。本当にやばいやばい、あーやばいやばい、もう私のどうでもいいワンピ紹介、はい、終わりはい、あー何喋ろうとしたか忘れちゃったもうどの桜よりも綺麗ですね、本当に、うん、本当にもうなんて言ったらいいか、本当もうねえみんな大丈夫。なんかさ、私がさ、なんか7位に入りたいとか言ったばっかりに、なんかみんな大丈夫、ご飯とか食べれる心配だよ、やば、はあはあ、わあだるま祭りや。カピおじさん、ガタジェイさん、ワイジェイさん、ありがとうございます本当に。目黒川の桜より絶対綺麗でしょこれガチで。明日からもやし食べても大丈夫、ママなんかねえやばいって、身を粉にしすぎだって嬉しい、ありがとう。責任を感じて、ママ明日からもやししか食べないね本当に。え、何何やばい、すごくない、すごくないって、お前じゃねえよって感じなんだけど、マジでみんなのおかげなんだけど、やばあーびっくりびっくり、もうどうしようどうしよう、本当にすごくない、一気にもうパーンって感じで、みんなちょっと水分取ってね、暑いからうん、暑いの私だっけ、もう無理、ちょっと待ってやばい、やけるさんまで、たぶんありがとうございます、本当にもう頭が上がらない、マジで、あー大好きなピンクに染まっています、私が。一旦お母さんの顔を思い浮かべ、落ち着こう、ママママママ見てないけど絶対ねえやばい、これはもうこうなったら早くイベント期間終われって、それのあと10分、あと10分、いや本当にマジでもう、そうなんだよね、ちょっと待って、やばいってやばいって、ねえねえねえ本当にやばい、スカンさんありがとうございます。え、もうさやばくない、え、逃げ切りたいよね、わかるわかる、ちょっとさ、どうし、これさ、あのさ3位までは見れんのよ、まあだけどさ、その何、その下がわかんないの、な、結構僅差なの、いいとこなのにさ、僕の制限でずっとカンカンが大丈夫、頑張れ、 Wi-Fi 頑張れ、いや本当にやばい、マジでもう、ほん私も明日から本当もやししか食べないね、もうなんか鍋作っちゃったんだけど、結局また鍋作っちゃったんだけど、本当にこの10分が勝負だよね、そうだよね、はあ、本当にみんなありがとうございます、もうどうしよう、私ももやしもしプロポーズされると予想される時の勝負服はワンピースですか、どうだろうね、ワンピースでもなんか綺麗めな服でいたいって感じ、でもなんか構えていくのは嫌だなみたいな、でも家とかで言われるの結構好き、あの好きって悩んで言われたことあんのかみたいな、違う、ないないない、みんなでもやし鍋しよう、本当にマジで、5位からまあまあまで19万、あーいやーどうなんだろうね、どうなんだろうね、他のルームにも騒中する人、まあそうだよねそうだよね、あーちょっとね、あの打ち上げもやしだね本当に、あれだ、全国のスーパーからもやし本当だよね、1キロのもやしとか買っちゃおうかな、
お茶もないし、いや本当にやばい。あね、なんかでも神セブン確定ねだと思うんだけどね。ちょっとなんかあのすごい人がいない限りは大丈夫だと思うんだけど、あーなんかすごい可愛いラブレターのみたいな、なんかあ可愛いまあまあ親父、いやまあ親父大好きなのマジで。あえ嘘、 Wi-Fi 頑張れ、通じた、イエーイ頑張れ頑張れガチで本当に、あーもう、あーやっほー間に合った、よかった、ありがとうございます本当に。もうなんかなんか言いなよって感じなんだけどそう、はい、春服紹介でした下手くそか初めてショールームやったみたいなほんとにこの配信ファッションショーもある桜満開で震災期として、いや本当にもうねこれを見てくださいよって感じなんですけど、なんだ、あそうだ、違う待って思い出したまだ春服買ってるんですよ、まだ届いてないんだけど買ったので、またそれもちょっと別の機会に届き次第ちょっと紹介、もしくはまあインスタとかにあげたいなと思っておりますので、皆様そちらの方もお楽しみにという感じです。本当にしかもさっき桜の日って言ってたよね、さっきすごくない、全国で一番桜の日だよマウが、もう何言ってんのって感じなんだけど何言ってんのかにゃっていう感じなんだけど、 NMB も今日が開票イベント、あそうなんだね、桜満開はまーちゃんだっけな本当だよね、いや本当にでも同様本当すごいすごい、もうみんな本当なんか名前もろくに呼べなくてごめんなさいね、本当なんかもうさ家に着いたら食べ物なかった、買いに行こう、え鍋食べる、もうマオの鍋みんなに配ろうかなんか炊き出しみたいな感じでねえ、こんなさちっちゃい、こんなちっちゃい鍋しかないけどさ、みんなにちょっとずつ配ろうか鍋ね豆腐とマロニー買ってきたどうでもいい、マオの鍋情報どうでもいいあー本当に、え、なになに、桜ひまさんだしアバターとかみんな透明な透明人間なんて、大丈夫か大丈夫か、頑張れ頑張れ、耐えろ、もんかちゃんの携帯テラさんありがとう、花束もうすごいよ、お花畑だマウの周り、あ、ジンギスカン食べたことない、美味しいのかな、癖がある、豆腐とマロニーちゃんあれば、そう豆腐とマロニーちゃんと、あと人参と白菜と肉が入ってますよみんなマの鍋配るよいらねえいや本当にもうやば、マジですごいありがとうございます。確かにね、時間過ぎるのが遅く感じるね、誰かスクショマウマのリプに貼ってください、あもうね私がねスクショして撮りますから、載せますから、本当にもうこんなありがたいことない、本当、あ私のコメント欄がピンク色に染まっていますよ大丈夫ろれつが回ってないんだけど大丈夫あーなんて綺麗な桜なんでしょうか、本当にまーちゃんの顔が見えないスクショならたくさんわかる、さっきのさこれ桜まだいいじゃん、こう流れ星やばくないミス、あいい綺麗じゃないちょっと早い、まだ気が早い、ちょっとあと3分だ、やばい、ちょっとあもう本当にやだ、あやだやだ喉もおかしくなってまいりました。えでもさすごいよ、だってさ3位までさちゃんと差も縮まってるんだもん、びっくりするガチで、うわあマジさん、なんか虹がかかりました、
素敵。まーちゃんが一生懸命服紹介してんの顔見え。いやそれな、いや本当にでもね、もう賞味どうでもいいよねみたいな、まああの服なんてまたさインスタ載せればいいんだからさ。でもあのニットとかニットとかあのあれで紹介できてよかった。本当にもう皆さんありがとう。3分だって、なんかあっという間だった。本当にいやーどうしよう、本当にやばい。配信も切れちゃう、配信も切れない、配信も切れない、あのイベントが終わるだけなので、あの普通にそのままちょっとおしゃべりしますけど、え、なに桜大学来たの誰も聞いてない。いやもうさどうでもいいよね。まああの服の紹介とか本当にどうでもいいよね。今外なのにめっちゃにやけてる。いやー本当にやばい、なんか手振っちゃったりとかして間違っちゃって間違っちゃって、もう何やってるか分かんない。いや本当にやばい、待って、もうパニックなんだけど、どうしようどうしよう。あーすごいすごい、ありがとうみんな、はにゃーやばい、マジでもう頭がパンク。あと2分、これ逃げ切れてるのかな。逃げ切れてるよね、さすがに、さすがに。あー何価格で、まあ、あの早口言葉聞きたい、早口言葉じゃない、早口よりは聞きたいな。大丈夫か。あーみんなみんなありがとう、本当に。なになに、私の画面もカクカクになっちゃった。あ、なってなかった。はあはあ、なんか私何もしてないのに、なんかさ、でも呼吸が乱れそう。5位まで20万ポイント、うわーうわー、どうなんだろう、大丈夫なんだろうか。あと1分、はあ、うん、はあ、え、なになに、ちょっと何、もう、あ、5位、うわー、めっちゃ接戦、なにこれ、うわすごい、わわわ、待って待って、ありがとう、ちょっとあの風さん、あのペンギンちゃんタワーありがとうございます、母さん、あの桜タワーありがとうございます。あー風さん、あー、ちょっと待って待って、あーすごいすごい、あの桜もちょっとペンギンがあの降り注いでおります、私。あ、え、まだ、え、ちょっと、あ、あと1分、あ、どうしようどうしよう、キャー無理、私待って、あ、あ、え、マリモコさんありがとうございます。わかる、落ち着けよっていうね、もう何言ってるか分かんないから、まあもう、うわーちょっと、わーイエーイパニックすぎて、イエーイわーいこれ喋んないのが一番だと思うイエーイ、あーすごいあー本当にあーわーすごいよ、ちょっとどうなんだろうか、これさ更新されなきゃ見えんのマジで何って感じなんだけど、どうなんだろうどうかな、みんな本当にありがとう、もうどうしよう、ありがとうございます、もう、あ、普通になる、あ、え、終わった、イベント終わり、ちょっとこれどうなっちゃったの、10時だよ、え、5位かな、ねえみんな本当にありがとうございます、今5位だって、今5位って書いてあった、今あ、5分待つと暫定順位が決まる、あ、暫定5位、え、でもさすごくない、だってさ10位だったよ最初、最初っていうかあの配信今日始めた時10位だったけど、あの5位、すごくない？本当にやばい、もうなんか、え、ね、すっごくない？ちょっと待ってよ、一回さちょっとスクショ撮っとく、なんか変なんならないうちに、取れたスクショ取れたぜ、
いや本当にありがとうございましたもね本当にやばい、もうあのびっくりしました。本当もうなんて言ったらいいかという気持ちなんですけど、私人生でこんなにタワーが立ったことがないので本当にびっくりしてるんですけど、本当にありがとうございます。なんかちょっと楽しいね配信を心がけていたんですけど、いかがでしょうか、いかがだったでしょうか、なんかちょっとでも楽しい1週間になったでしょうか。ちょっとお茶持ってきていい？めっちゃ部屋汚ね、なんか服が散乱してるんですけど、よいしょ。あ、楽しかった。よかった。私もすごく楽しかったです。もう桜を過ぎてコンペイトーみたい。本当にね。少ししか協力できなかったけど楽しかった。全然全然です。本当にありがとうございます。打ち上げ？イベントお疲れ様、お疲れ様っていうかおめえじゃねえだろって感じなんですけど、なんだっけ、みんなありがとう配信と、あとまあ一応私もイベントお疲れ様でしたという打ち上げ配信をねやろうかなって思ってたんですけど、いつがいいかなと思ってて、でもなんか3月中暫定7位めちゃくちゃギリギリいけてるのか、どうなってるんだろう。なんか7位っぽい、でも7位ですか、これで8位とかだったら泣くんだけど普通に暫定7位、でもうわどうなんだろう、ドキドキするね。どうしようかなって思ってて、なんかさ週末とかの方がいいよね。4月1日か2日とかどうですか。金かどう。お疲れ様、貢献できなかったけど前に残念かった。そんなことないよ。なんか喉がね、最後の最後まで気が済まらないね本当にね。いや不整脈はやめて落ち着いて、ガチ深呼吸して、それ真剣に深呼吸してんのやつだ。土曜日がいいか、土曜日の方がいい。明日順位ひっくり返ってんのも祈るばかり。いや本当だよね、本当だよね。いやドキドキするな。ドキドキするな。バイト始めたらたくさんママに見つるから。全然いいのよ本当に。好きなもの買って好きなもの食べてね、本当にね。タラでもカキンでもまーちゃんが好きな気持ちは一緒。いや本当にそう、もう気持ちは全部届いてますからね。確定は明日12時。そうだよね、そうだよね、だいたいね次の日のお昼12時に出るからね。
うわーもうさうかうか寝てられないね、明日早く起きよっと明日早く起きよっと。そう本当にねもう、配信で声が枯れるってあるんだね。枯れるってかなんかちょっとなんか喉以外がしらすみたいなあるんだね。いやー本当にもう何と言ったらいいかという感じなんですけど、明日昼休みに携帯見ちゃうかな。そうかそうだよね、平日だもんね。アバター作る作る作る、何何しようかな。魚系1個作るか。2個あるんだよね、前回のやつと今回のやつで2個あるから、だからあの1個魚系作ろうかな。っていうか魚系っていうかさ、まあ多分アジとかマグロとかのさあのかき分けができないから、多分魚にちょっと待って、え待ってよ、なんか魚いいわって何あれちょっとさ言い出しっぺがさ飽きてんだけど大丈夫か。アバター楽しみですね。ちょっと新しいの何か作ろうかなと思ってるんですけど、あうなぎいいね、まうまうなぎもうつまんないまあの発言つまんない、もう絶対おもろくないしかも別にうなぎ好きとかじゃないしね。なんか申し訳ないから他の人の意見聞いてあげて、魚私みたいな。でもさあのみんなさ、みんなもう魚結構乗り気なのよ。やっとマグロかとか言ってる人いたしね今お暫定7位で運営集計審査に入りました。ああじゃあじゃあじゃあまあ安心はできないけれども、とりあえずは大丈夫かにゃっていう感じですかね。どうなんだろうか、まあちょっと明日の12時までね、とにかく安心はできないっていうことなんですけどね。いやー本当にびっくりした、こんなことがあるんですね。あていうかさね、フォロワーさんもねなんとね2200人なんです、今きー嬉しい。なんかぴったりっていいよねかにゃいやほんとあのもうびっくりでございます急に洗濯物畳んで家事してるのかと思った。さっきの服、そうさっきの服やばいでしょ、ここで洗濯物畳んでねえこんなこともあるんですねなめすぎでしょ、みんながさあれしてたのにさしょうもないんだけど、ショールームポイントグラフでググると特典の経過をグラフにしたホームページを見る。あそうなんだね、うんうんうん、ただの生活感ってかわいい、嘘そんなところまで褒めてくれるのみんなもう落ち着いちゃったあのね落ち着いてるようでふわふわしてるからずっとあ本当に一人で複数アカウント投票無公表、あーなるほどね、なんかそういうのもいろいろあるんだね。だからそれで明日のこうなんかその細かいところを見て明日の12時にまあ結果が出るという感じですね。あー本当にもうねほんと喋ることがぶっ飛んだんですけど、
なんか1400人くらいも見てくれたりとかして、本当に、あ本当に本当に皆さんありがとうございます。なんか結構夫にも立て上げお願いしました、お願いします、ありがとう、本当にご夫婦でありがとうございます。ガラパゴス本当にね、なんだっけ、あ、今までのイベントよりも結構いろんな顎が桜で、いろんなちょっと待ってミスかい変換ミスかい、ね、いろんな企画とかをやってみようと思っていろいろ企画とかをしてて、自分でね、なんかネイルチップ作ったりとか、あとなんだろう、まあ、メイク配信ちょっと増やしてみたりとか、そうそうそう、え、事務所関係者が禁止で100万単位で減点されたのとかもあった、やば、そんなこともあるんだね、気が抜けないね。じゃあそうそう、それでまあ、いろんなね企画を考えたりとかしてて、そうみんながねたくさん協力してくれるから、ちょっと桜食べてるみたいななんだ、いろんなね企画を考えて配信をしていました。とわいちゃんが毎日いろいろ考えて配信してくれてるんだなって伝わってきて、こちらも楽しかったです。いやー、そう言ってもらえて本当に嬉しい。わいちゃんは事務所外だもんね。いや本当にそうだよね、そうだよね、楽しい週間だった、本当に嬉しいね、桜食べてるみたいな、まんまにゃむ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 にゃじゃねえよにゃむ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 にゃまたネイルチップお願いしますね、なんか新しいネイルカラーとか仕入れたらまたやりますね、配信はね結構たくさんやろうと思ってるので、普通にイベントじゃなくてもね、はい、なんだっけ、その時はまた見てもらえたらなと思います。生着替えが最高でしたよかった。そう、なんかね上半身だけってどうかなって思ったんだけど、まあでもやらないよりはねやってしまった方がいいかなと思って、うん、という感じです。そう、まあ、またね本当近いうちにも打ち上げ配信やろうかなと思ってるので、何日がいいかな、やっぱ4月2日あたりとかどうでしょうか、金土とかあたりを予定しておりますので、その辺という認識でいていただければ大丈夫かと思います。やるなら夜ですかね、そんな深夜ではないんですけど、まあ夕方以降という感じで、はい、まーちゃんが毎日可愛くて優しくて毎日楽しかったです嬉しいよ本当に、明日から何を楽しみに生きていけばいいかってぐらい楽しい週間だった、嬉しい、本当にワンも楽しかった、はい今ですやって後悔した方がいい、そうなんだよね本当に、はい、そうですね、これ何分までやろうかな、この配信半までやろうか、じゃあ明日ね月曜日ですよね、明日って、え、明日月曜日ですか、もうなんか曜日もわからないんですけど私、あ、月曜日ですね、明日月曜日です、みんなお仕事なのでちょっと早めに終わりたいなと思います。またほんと配信できる時は本当にしますので、
なんかゆるっと配信でも遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。いや本当にもうびっくりしてます。本当に非常にこんなことがあっていいんでしょうかというびっくり、もうびっくりでございます。非常に、はいはい油断した油断したら出てしまった。久々のやす子いやほんと明日の12時ドキドキでもさ、なんか早く起きすぎてもなんかそわそわしちゃってさ、あれだよね、どうしよう。10時くらいに起きるの、10時くらいに起きてゆっくりご飯食べてで12時ピッて見るとか、どうしようドキドキね、もうなんか食べちゃったの。今日の夜ご飯は今日の朝醤油鍋はなくなったんだけど、もう一回やって醤油鍋とあとじゃがいもベーコンを作りました。それで食べた、美味しかった。でもなんかね、なんか変にドキドキしちゃって全然喉通らなくて、なんか全然ね、なんか美味しく食べられなかった、いつもより。大学の合格発表みたい。カルってか、なんだ、大学の合格発表より全然ドキドキしてんだけどそう、鍋リターンズしちゃった。自分も醤油鍋挑戦してみようかな。うん、だし、白だし入れてお醤油入れて、味の濃さは結構お好みでって感じなんだけど、調味料は2種類でも全然美味しく作れる。あとはお肉とかウインナーとか入れれば出汁が出るから、うん、結構シンプルで、キムチとか大丈夫だったらキムチとか入れて食べても美味しいよ。5個197円のラーメン残っていたか、無事ゲット苦しい、ありがとう、私タワーを投げてくれたばっかりに本当に。そう、もうでも全然お腹空いてない。今日は選挙の開票待ち政治家本当だよね。もう皆さんもね、ぜひ気になる方はお試しくださいって感じです。あっという間の1週間でございました。総選挙時期もそうだったか、懐かしい。あ、確かに総選挙ね、懐かしいですね。全然やらないね、まだ。もうやらないのかな。辛ラーメン食べよう、食べられる系の人だ、羨ましい。もやしはいいダイエット。そう、味もさ染みるし美味しいよね、普通に鍋とかに入れても。あ、もやし買ってくればよかったの。今日もやしがないんだ、なんかさ足りないなと思ったんだよね。だから今更だけど、今更だけどテロップ変えるわ。なんかまだイベントやってると思われちゃうから変えた。はあ、本当に何かさ、人間びっくりするとさ言葉が出なくなるって本当なんだね。本当にびっくりすると言葉が出なくなるっていうのは本当なんですね。もう頭が真っ白
本当に口が開いちゃうっていう感じです開いちゃったみたいな。いやー本当にすごい。でもこんなさ画面がさ3分の1埋まってることある？ミャ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 そう、選挙直前に急にランクインしたいって言ってオタクを焦らせたの思い出そうそう、ほんとすごかったね。もうパニックパニック、ほんとにもうほんとにもうすごかった。もう今のところ7位のままだから今夜はこのままわー、なんかあの下に行くってことがなければもうそれで十分なんだけどな。ちょっと12時を明日のね12時楽しみにって感じです。胃が痛いぜ胃が痛いよ。いやでもできることはやったよね。やったよねじゃないよね。やってくれたみんな本当に。うん、私も全力を注いだつもりです。胃が痛いときは鍋食べ醤油鍋にみりんとマーガリンを少し入れると美味しい。あ、そうなの、美味しそう。普通にカホは寝て待って。そうだよね、楽しい配信してくれた。もう本当にさ優しいみんなってさ、なんかだって圧倒的にさ、いつも思うイベントの時圧倒的にさマウよりみんなの方が大変に決まってるじゃん。だけどさそうやってさなんかマウがさ楽しい配信してくれたとかさ楽しかったとかさ言ってくれ、ああなんかありがとう、のとしまいぐらさんありがとうございます、あとなんかさそうやって言ってくれるじゃん。優しいよねみんな本当に。マウのね、マウのことを好きでいてくれてる人はね昔も今も本当に優しい人しかいない。もう一周酔いまで行きましたね。あの時の興奮すごかったよね本当に。酔い酔い本当に。あのでもねそれが結果7位だとしても、あの目標順位っていうかにはちゃんと入ってるし、もう全然あの本当に嬉しい。もうこれでもし、まあ、例えば、まあ、最悪で7位より下だったとしても、もう今出せる全力は出したしね、まあ、もうみんなもだから本当に悔いはないし、もうめちゃくちゃ楽しかった本当に。話おもろくてついつい長居しちゃうよ。え、嬉しい。なんか話面白いって言ってもらうの一番嬉しいかも。もう結婚しようママがそんなこと言ってくれて、なんかママのトーク面白いね、嬉しい。もうみんなやだやだ、どうしたの直前まで8位くらいだったのジャンプアップすごかったね本当にね。だってさ今日配信始めた時さ10位とかでさ、なんか全然やっぱこうね、みんながこう接戦な感じだったからさあれだったけどさ、それでもね順位を上げてそれをキープしてるっていうのが本当にすごいなと思います。とか言ってたらあと5分しかないわ。研究生おたで本当に良かった、ありがとう。いやこちらこそ本当にありがとうございますね。7位、なんか前回のこのビスのイベントは10位だったので、あのそれよりもね上の順位取れたらいいなとは思ってたんですけどね、あの私がちゃんとね何2位から7位のその特別審査員賞の対象内の順位になりたいって言ったらね、みんなはね協力してくれてもう本当にありがとうございますね。あとは井上だけ、本当にそうだよね、もうお祈りするしかない。はあ、ね、そうひとまずリベンジ成功、嬉しい。
え、運営さんとスタッフさんが3回来たのは分かりないみたいだから期待します。え、3回来てたの、まあ、1回も気づいてないけど、スクショした、スクショしたしたと思う、した。え、不安だからもう一回やっとく不安だからもう一回やっとくね。どうしよう、距離はどんな、どこ行かない、ちょっと待って待って待ってわー、なんか全然顔が漏れないんだかリップでも塗るかにゃいやー本当に、ニヤニヤ可愛いの好きで思われてる嬉しいです。え、なになに、髪の毛ファサってやっとし、なになに、ファサこう、え、なになに、どうどうどう、こう、え、なになにどう、これこれこれ、ちょっとどう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 、どれどれ、基本一番後ろにある、あ、そうなんだね、本当にさ、あまり天才を考えない素直な語りが笑います、嬉しいよね、思いが伝わったらいいなと思います。椿何何どれどれ、こう、髪の毛パサって何何あ、着替え中に着てたの、あ、そうなんだ、やだやだ、大丈夫かな、あ、オッケーオッケー、いけてるいけてる、じゃあリップも塗ったことだし、何枚撮るねっていう話なんですけどね。あ、引いて配信見てると分かる、あ、そうなんだね、私さ、この縦画面でさ、しかもさ、みんなのコメント一生懸命はーとか言いながら読んでるからさ、なになに、太郎ちゃんどうしたの、自分で頼んでおいて爆笑してるいいよ、もう笑ってくれたらそれで、いや分からないです、すいません。あ、どうなんだろうね、ファンの名前下の名で呼ぶ配信しよう、え、なになに、下の名でどうぞ、くんちゃんさんとかおもっちさんとか、桜ランキング10位、え、なになに、桜の日ってのがあるの、あ、違う、間違った、桜の日、え、それって今日で終わり、それも今日で終わり、あの桜なんとかのやつでしょ、あのここにピッピュって出てたやつでしょ、あ、やば、あと1分しかないわあ、やだ、10位だって素敵いや本当に、あの、改めまして、本当にね、あの明日の12時ちょっと楽しみにしたいと思います。この後またちょっとツイッターやらインスタやらで感謝の気持ちを述べたいと思いますので、まあ、ここでね結構言ったんで、あのそんなに長々とは今あの書かないつもりではいるんですけど、はい、本当に本当にありがとうございました。とりあえずね、明日のその確定の順位が出るまではちょっと油断はできないんですけど。本当に楽しかったし、本当にみんなの力を見た一週間でした。本当にありがとうございました。それではまたね、配信するときはあのお知らせしますし、なんだっけ、あの定期的に配信はねしたいなと思ってますので、とりあえず打ち上げ配信みんなお楽しみにという感じです。本当にありがとうございました。みんな、あー揺れてしまいましたあのみんなもあの本当にゆっくり休んでください。あの本当にハードスケジュールだったんでね、お風呂入ってない方はね、まだあのお風呂にゆっくり入って温まって、明日週始めですけどね、一緒に頑張っていきましょう。私はもう少しで学校が始まるということで震えております。元の生活に戻れるんでしょうかということで
あの本当に皆様ありがとうございました。それではみんなおやすみ。ありがとう、本当にもう大好きです。みんなありがとうございました。バイバーイ。